はい、皆さんどうもこんにちは、ロワイドです。今回はスマホアプリを個人で開発するのに必要なスキル、難易度というテーマでお届けします。普段はどちらかといえばウェブ制作に関して情報発信をしているこのチャンネルですが、まあ、中にはね、スマホアプリの開発にもちょっと興味があるよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、ただね、ウェブ制作とスマホアプリの開発って似ている部分もあるんですけど、まあ違うものなので、ちょっと想像がつかない、イメージがつかないという方も多いかなと思います。まあ、そこで今回はスマホアプリを開発するのに、まあ最低限これくらいの知識とかスキルは必要かなというね、まあ、ちょっと個人的な感覚に基づいたお話にはなりますけど、そういった点をお伝えできればいいかなと思います。なお今回は技術的なね、専門的なお話をするわけではなくて、まあ、ちょっとふわっとした抽象的なね、モバイルアプリ開発ってこんな感じだよっていうようなお話になるので、まあ、特に専門的な知識とかスキルがなくてもお楽しみいただける動画にはなるかなと思いますので、ぜひ興味がある方はよろしくお願いします。それでは本編に行きましょう。はい、ではスマホアプリの個人開発に必要なスキル、難易度というテーマで本編に入っていきたいと思います。スマホアプリっていうのはですね、法人じゃなくても会社とか作ってなくても個人で世界に向けて広く公開することが可能です。まあ、詳しいところまではお伝えしませんが、ね、APP ストアとか Google Play ストアに登録するのも個人でできます。まあ、もちろん法人でもできるんですけどね、個人でも公開することが可能ですということですが、ただし個人でアプリをストアにね、登録して公開したいという場合は、プログラミングを組む、コーディングするだけではなくて、すべての手順を自分で行う必要があると言えます。なので、プログラミングのスキルはもちろん必要なんですが、それ以外にも様々なスキルが求められます。では、プログラミング以外に必要なスキルって一体何なのか、肝心のプログラミングのスキルはどの程度必要なのか、総合的に考えてスマホアプリの個人開発って一体どれくらいの難易度なのかというところをですね、今回この動画でお伝えしていきたいと思います。ではまずですね、スマホアプリの開発から公開までの大まかな流れをチェックしていこうと思います。だいたいこういう流れになるかなと思います。まあ人によって やり方や進め方が違うとかね、いろいろあるかとは思いますが、まあ参考程度に見ていきましょう。まず1番目、作りたいアプリを考えて設計デザインする。そしてアプリのアイコン画像をデザインして、作成する。その他ですね、アプリで使用する画像があるのであれば、そういった画像も作成して用意しておく。で、準備ができたら設計に沿ってプログラミングを行います。で、広告、まあ Google の広告とかいろいろありますが、そういった広告を入れたい場合、広告の設定を行う。で、完成したアプリをビルドして、スクリーンショットを撮る。で、スクリーンショットをもとに規定に沿ったアプリ紹介画像を作成する。さらに、ストアのディベロッパーページっていうのがあるんですが、そこで必要なね、アプリの基本設定を行う。で、まあ最後にですね、適切な形式で、ストアに公開申請をする。以上の手順を踏まえて、やっとですね、モバイルアプリ、スマホアプリが世に出されるということになります。個人開発の場合はね、この手順をすべて自分でやらなければならないということです。まあとはいえ、外注という手もあります。苦手な分野、例えばプログラミングは自分でできるけど画像のデザインはちょっと無理という場合はですね、そのデザインのところだけ誰か他の人に頼む、外注するという手もありますが、外注すると当然その分の費用がね、余計にかかってしまうということになってしまいますね。ちゃんとしたところで、ちゃんとした人に依頼すると、アプリのね、小さいアイコン画像のデザインだけでも、まあ、少なく見積もっても1万円程度はかかると認識しておいた方が良いと思います。なので、現実的にはですね、できることならね、外注したいんだけど、まあ、費用を抑えるためにはもう自分でやるしかないという状況が多いのではないかなと、個人的には思います。僕もね、任せられる部分はできることなら外注したいんですけど、まあそういう費用的なね、金銭的な余裕がないので、全部一人でやっております。で、次です。
ではね、外注できないということになれば全て自分でやらなければいけなくなるんですが、それにあたってね、必要なスキルというものを見ていこうと思います。まずですね、アプリの企画、設計力というものが必要になります。企画力ですね。アプリを作るにはオリジナリティがあって、誰かの役に立つような、そういったアプリを考えるところからスタートする必要がありますね。すでに存在するアプリと全く同じとかね、そういうものとか、何の役にも立たない、これ何に使うんだろうみたいなね、意味不明な低クオリティのものでは、残念ながらストアの審査に通らない可能性が高くなってしまうかもです。特にね、 APP ストア、 iOS 向け、 iPhone とか iPad とかですね、そういう向けのアプリの審査はちょっと厳しめであると言われていますので、なんて言うんですかね、高品質でなければならないというわけではないんですけど、まあ、ある程度ちゃんと形にしておく必要があるということですね。というわけで、そういったちゃんと形にするためにも企画力ですね、設計しておく力というものが必要かなと思います。そしてですね、企画力とか設計力だけではなくて、まだあります。アプリの設計の段階、過程ではデザインスキルもね、結構求められます。どういう画面をね、デザインにしようかとか、あるいはなんかキャラクターを入れるのであればどんなキャラクターにするかとかですね、まあ、個人開発の場合はデザインはね、自分の頭の中に入っていればいいので、まあ、本格的なデザインツールを使ってね、綺麗にモックアップを作る必要はありません。Figma とか Photoshop とかね、使ってバリバリ、デザインをね、完成させる、作り上げる必要はないんですが、まあ、とはいえ、シンプルなね、デザイン案を作成できる、そういったぐらいのデザインスキルというのは必要かなと思います。またね、見た目がいいという意味でのデザインだけではなくて、多くの人にとって使いやすいデザイン、まあ、いわゆる UI デザインですね、の知識もあった方がいいのは間違いないでしょう。例えばですね、押しやすいボタンの位置とか大きさ、色とかですね、そういった部分のね、知識も必要になってくるかなと思います。まあ、このようにですね、アプリを作る前の段階、設計を考える段階でもデザインスキルとか、企画力とか、そういったスキルが必要になると言えます。で、なんとか企画を練り上げて、デザインもなんとか作り上げて、いよいよコーディング、プログラミングを組むという段階では、当然ながらプログラミングのスキルもかなり重要になります。スマホアプリ制作の場合はですね、まあ、これはちょっと僕の個人的な感覚なんですけど、ちょっとだけプログラミングがわかるとかね、基礎だけ習ったとか、そういうレベルでは正直ちょっと難しいかなと思っています。またね、プログラミングの参考書を一通りやり終えたというレベルであっても、それでもまだ少し足りないかなと僕は感じます。というのも、プログラミングの参考書によく載ってある、ね、お手本的なアプリって大事なところが抜けてたりするんですよ。例えばデータの永続的な保存までカバーしていないとか、セキュリティの問題までカバーしていないとか、そういうことが結構あります。なので、スマホアプリを個人開発するには、プログラミングの参考書をね、一通り理解した上で、さらにサンプルコードをね、自分で改良できるぐらいの実力が必要かなと個人的には思います。そしてですね、プログラミングの壁をなんとか乗り越えられたとしても、さらにその次また壁があります。こちらです。画像作成、デザイン力、こういったスキルも求められるんですね。まあ、アプリ設計のところでもデザイン力求められますよと言いましたが、さらに求められる場面があります。例えばね、アプリのアイコン画像ってありますよね。まあ、ホーム画面に表示されるやつですね。あれですっていうのは、スマホの画面に小さなサイズで表示されますよね。なので、見やすくて分かりやすいというデザインが求められるんですが、見やすくて分かりやすいってかなり難しいんですよ。自分でね、そういったハイクオリティなアイコン画像をデザインするのは本当難しいです。まあ、かといって外注するのはね、お金がかかるというのは以前もうお伝えした通りなので、まあそれでも自分でやるしかないという場合は多いと思うんですが、本当にね、大変です。でもちろんアプリのアイコン画像だけではなくて、こういうのも作らないといけません。アプリのスクリーンショット画像っていうのがあって、アプリの機能紹介とかね、そういう画像をストアにアップロードしないといけないんですね。
で、そういったね、アプリのスクリーンショット画像に関しても、単にね、スクリーンショットを撮って、それをパッとアップロードすればいいというわけではなくて、やっぱりアプリの魅力とか、機能がちゃんと伝わるように、キャッチコピーを入れたりとかね、しっかりとデザインする必要があります。ので、シンプルなね、画像ならなんとか自分で作れるというデザインスキルではちょっと足りないというか、心もとないかなと、個人的には思います。まあ、もちろんね、プロのデザイナーに匹敵するほどのデザイン力は必要ないですけど、まあ、それでもできればね、デザインの基礎知識ぐらいはね、持っておいた方がいいかなと思います。これまでスマホアプリを作るのにプログラミングスキルはもちろん、企画力とかデザイン力も必要ですよということをお伝えしてきましたが、他にもいろいろ壁はあります。次紹介していこうと思います。その他立ちはだかる壁いろいろあるので、まあここでは簡単にまとめて紹介していこうと思います。こういった壁があります。まず広告掲載の壁。スマホアプリにね、Google の広告を掲載するにはやや複雑な設定を乗り越えなければなりません。結構難易度高めです。ウェブサイトにね、Google の広告を載せるのは、審査が通りさえすれば割と簡単なんですよ。自動で広告をつけてくれる機能っていうのもあったりするので、ウェブサイトに Google AdSense ね、Google の広告を載せるっていうのは簡単なんですが、それと同じようにね、スマホアプリにも Google の広告載せられるんじゃないのって考えてると、ちょっとね、つまずくかなと思います。そしてこんな壁もあります。アプリビルドの壁。アプリのビルドっていうのはね、まあどんなアプリかにもよると思いますが、結構ね、時間がかかることが多いです。でね、事前のまあ簡単なテストではね、うまく動いていたんだけど、まあどっかの設定がおかしくてね、エラーでビルドができないとかね、そういったこともあるので、トントン拍子ではなかなか少ないこともあります。ね、一方ウェブサイトではね、ビルドとか特になくて、 HTML とか CSS ファイルを作って、あとはもうそれをサーバーにアップするだけでね、一応完成させられるので、その点ウェブ制作と比べるとスマホアプリ制作の方がめんどくさいというか、壁は多いかなと思います。まだまだ壁あります。こんな壁です。プライバシーポリシーの壁。スマホアプリをストアで公開するにはプライバシーポリシーページっていうものを用意して、ユーザーがプライバシーポリシーを確認できるようにすることが必須となっています。なので個人情報保護法とかね、そういった知識もある程度必要です。もちろんね、専門家ほど必要はないですが、だいたいこういう内容を載せないといけないというのを自力で調べて作り上げられるぐらいのスキルというのは必要かなと思います。そしてこんな壁もあります。ストア審査の壁。さっきもちょっとね、ちらっとお伝えしましたが、特に APP ストア、iOS の方ですね、は審査が厳しめであると言われていて、クオリティが低すぎるものは審査に通過しないと思っておいた方がいいかと思います。まあ、具体的にどんなアプリが審査に通過しないかっていうのは、なかなか言い難い、はっきりとは言い難いところがありますが、例えば、ユーザーが入力した文字列をただ画面に表示させるだけとか、今日の日付を表示させるだけとかね、そういったアプリはなかなか審査を通過するのが難しいのではないかなと思います。そしてまだ壁ありますよ。語学の壁。特にね、 APP ストアの方で顕著なんですが、開発者に向けた情報ページが英語版のみっていうのが結構多いです。あとですね、APP ストアの審査で不合格になった、まあ、リジェクトされたとかよく言うんですけど、そういった場合、その根拠をね、ちゃんと教えてくれるんですよ、親切に。ただ、その文章が全部英語です。まあ、なので、英語を見るだけで拒否反応が出てしまうみたいなね、そういう人にとってはスマホアプリ開発は難しいかもしれません。まあ、ただ今はね、便利な翻訳ツールがいろいろあるので、英語だからといって開発が難しいかと言われると、まあそういうわけでもないのかなと。翻訳ツールさえ使いこなせれば、まあ特に問題はないかなとは思います。まあ、このようにスマホアプリ制作にはいろいろな壁があって、まあ決して簡単ではないという感じなんですが、じゃあウェブサイト制作とスマホアプリ制作、どっちが難しいのって思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。というわけで、難易度比較をねしてみたいと思います。
ぶっちゃけスマホアプリ制作とウェブサイト制作どちらが難しいのでしょうか。僕はねどちらも経験したんですが、それぞれ必要なスキルや知識というものが異なるので、単純に難易度を比較することは残念ながら難しいと思います。どっちが簡単、どっちが難しいっていうのは言えません。ただしですよ、初心者が作りやすいのはどちらかと聞かれれば、2023年3月時点において言えば、ウェブサイト制作の方がハードルはだいぶ低いと思います。というのも、ウェブサイトであれば、ワードプレスとね、テンプレートを利用すれば、テンプレ通りにね、テキストと画像を埋め込むだけでも、割といい感じのね、それなりの質のサイトが作れちゃうんですよ。ワードプレスに限らずね、ペライチとか WIX とかね、いろいろありますけど、プログラミングとか専門的な知識がない人でも、感覚的に作れるサービスやツールっていうのがかなり充実しています。一方、スマホアプリ制作の場合は、そういったね、ワードプレスのような誰でも簡単に制作できるツールやサービスというものが一般的に広まっているとはまだ言えないと思います。少しずつね、そういった便利なツールとかサービスができているのかなとは思いますが、まだウェブサイト制作ほどお手軽にはできないみたいなね、そういう感じかなと思います。さらに言えばですね、ウェブサイトってで別に特別な機能を持たせなくても画像と文章だけでも成り立つんですよ。例えば有益なね情報が書いてあるブログサイトってすごいいいですよね。それだけで価値がありますよね。画像と文章しかねないただのね本みたいなものでも十分に勝負ができます、ウェブサイトであれば。そういったね文章と画像だけでも成立するウェブサイトと比較すると、スマホアプリっていうのは文章と画像だけではダメなわけですよね。何らかの機能に特化する必要性が高いと言えます。なのでどうしてもプログラムが複雑になりがちです。以上のね理由から、初心者にとってはスマホアプリの方が難しくてウェブサイトの方が簡単だと言えるんですが、とはいえ複雑で高機能なウェブサイトを自力で作るとなるとね、ウェブサイト制作の難易度は跳ね上がります。なので単純にウェブサイト制作の方が簡単と言いたいわけではないです。あくまで初心者がね制作作り始めて公開までたどり着きやすいのはウェブサイト制作とスマホアプリ制作どちらかという視点に立って言えば、ウェブサイトの方が完成させやすいし公開もさせやすいしやすいというだけですので、その点ですね、誤解されないようにご注意いただければと思います。はい、では最後まとめです。スマホアプリの個人開発にはね、プログラミングスキルはもちろんなんですが、それだけではなくてデザインスキルとか企画力とか様々なスキルが必要です。苦手分野を外注しない場合はですけどね。で、プログラミングの必要スキルっていうのはちょっとふわっとした抽象的な表現になっちゃいますけど、中級以上ぐらいをね目安に考えておくと良いのではないかなと思います。もう脱初心者、中級者に片足を突っ込んでるなというねぐらいの自覚ができてから、チャレンジした方がスムーズにいくかもしれません。で、最後、初心者にとってはウェブサイト制作の方が完成公開までたどり着きやすいので、もう何もかもが初めてという方はどちらかというとスマホアプリよりもウェブサイト制作にねまず取り掛かった方が、成功体験を積みやすいというか、とりあえずね、公開するというのはやりやすいと思います。ただウェブサイト制作とスマホアプリ制作って、似ている部分もあるとはいえ方向性が違う部分も結構大きいんですよね。なのでスマホアプリ制作をしたいという場合はもう最初からねスマホアプリ制作を学ぶというのも全然いいと思います。むしろねウェブサイト制作をやってその後スマホアプリ制作を始めるってなったら遠回りにもなってしまうと言えるので、どちらもマスターしたいというような方でない限り、どちらかにね的を絞るというのも全然いいかなと思います。スマホアプリ制作といえばどうしてもねプログラミングに意識が向きがちで、プログラミングスキルをとにかく磨き上げようとか、そういう方向にばかり目が向きがちだと思います。もちろんそれが悪いというわけではないですし、当然ある一定のレベル以上のプログラミングスキルが必要なのはもう言うまでもありません。ただプログラミングのスキルだけでもなくて、
デザインスキルとかもね必要になるというのは、まあ、個人的には盲点というかな、気づきづらいところだと思うので、まあ、これからプログラミングじゃないや、スマホアプリ制作のね、個人開発をしてみたいという方は、プログラミングをね、学ぶと同時に、デザインもある程度学ぶというかね、触れるようにすると良いのではないかなと思います。はい、というわけで今回は、スマホアプリの個人開発に必要なスキルと難易度というテーマでお届けしました。ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。